ですね、はい、白黒が入ってるデッキってかなりあるんですよね。僕当てちゃったんじゃないですかこれ。さすが色が見える感じだと今のところ20年選手の中島力士、そうですね、アブザン、これは分かんないですけど、ね、アブザンっぽい、アブザンっぽい、ね、ですね、そうですね。まあ、ただアブザンだとするとちょっと動き的に言うとちょっとあれですね、一旦目に出したいところがタップインっていう、そうですね、出るか出ないかとか出なかった、はい、みたいな、はい、あ、でもいいですよ、先手なので2ターン目でも全然、はい、まだ間に合う、プレッシャーになるので、はい、まあ、土地もね、もうその3色揃ってますからね。そうですね。アブザンだとして。まあ、アブザンなんでしょうけど、ほぼこれはもう、はい。今本当にこのスタンダードは、その、デッキ、見た目でデッキ予想みたいな難しくて、そうですね。っていうのは、アブザンってあらゆる層に人気があるんですよね。はい、強くて簡単みたいなデッキなんで。はいはい、そこがまた。これあれですね。これで、3ターン目。あれだとちょっとめんどくさい。これエスパーじゃないですね、松本選手ね。デッキテック。マルドゥ、マルドゥって言ってた。マルドゥですか。はい。マルドゥイグニッションっていう、あのチャンドラの、チャンドラの火の目覚めっていう、あのゴマナのカードで、はい。それ入ってるんですか。はい。が入ってるそうです。へえ。あれは何でしたっけ、対戦相手と対戦相手のクリーチャーにだけダメージ入るんですか。そうですね。はい。結構めちゃくちゃですよね、その妨害できなかったら、ね、めちゃくちゃです、はい、めちゃくちゃ確かに軽く妨害できる除去スペルが少ない環境なんで結構ありですね、はい、そのカードは。松本選手ランドが3色揃いましたが、自分のクリーチャーにも入るんですね。中島さん、自分のクリーチャーにも入るって書いてます。ああ、そうですか。失礼しました。失礼しました。全クリーチャーと対戦相手にダメージ。なるほど、なるほど。まあ、でも単純に大きいクリーチャーがいればそいつは生き残るよっていうことはあるのかもしれないですけど、この搭載歩行機械に対してそのイグニッションで対象を取ったクリーチャー自身にも入っちゃうんですか、これって。じゃないですか。結構だからよく打たれるのは対象以外の全クリーチャー。あー、なるほどなるほど。そんな感じですよね。なんか自分だけ一方的に残るみたいなだった気が、リミテッドで使ってその対象を取ったクリーチャーのパワー分でしたっけ、パワー分のダメージをそれ以外の全部のクリーチャーと対戦相手に与えるっていうカードのようですね。ちょっともし洗ったら、あ、画像出ましたね。チャンドラーの火の目覚め、はい、なるほどなるほど。自分のクリーチャーを対象として、一体対象として他の各クリーチャーですね、他の各クリーチャーと、各対戦相手にパワーと同じダメージを与えると書いてあります。エンドに3マナでマルドゥの魔除けですね。万能ですよね、マルドゥの魔除けも、はい、アブザンの魔除けの影に隠れてますけど、まあ強いですよね。脅迫能力と、はい、クリーチャーに4点能力と、はい、トークン11トークン2体出して先制攻撃で、はい、奇襲でアドバンテージ稼いだりもできますからね、はい、ブロックで当たるからと相手に強かったりするんですよね、結構ね、はいはいはい、インスタント除去であり、そのちっちゃく殴ってくるときはずるいブロックもできるっていう。あ、マルドゥの魔除けスタックで、アブザン、アブザンタッチ赤ですね、これ手塚選手は。おお、アブザンタッチ弾ける赤はちょっと珍しいんですけど、はい、たまに見かけますよね、赤アブザン弾ける破滅はやっぱり強い除去なんで、環境の中でも、うん、タッチする価値は十分あるハードではあると思います。やっぱりギデオンは入るんですね。そうですね。これギデオンとチャンドラの火の目覚めコンボじゃないですか。はい、そうですね、はい、ギデオンコンボっていうか、コンボというか、まあ、でかい、でかい、破壊されないから妨害されづらくて、ね、まあ、確かに5点全部に飛ぶんで、強そうですよね。でかいですね、いいですね。
まあ、しかもその古典的ですけど、はい、こうただでトークン出して、ただでトークン出してこう場をもっと展開させてからの全体除去っていう流れも取れますしね。そうですね、はい、ちょっとこれ古き良き、そうですね、カウンターポスト時代からある、そうですね、はい、まあ、知らないかもしれないですけど多くの人がカウンターポストとか、はい、これちょっとね、これ本当だったらギデオンをプラスにして、はい、ギデオンをプラスにしてイグニッションを持ってるので打ちたいところであるんですけれども、はい、あの手塚さんの方があの魔除けを持ってるのでリムーブされちゃうんですよね、きっとね、打つのでスタックで対応でですよね。そうですね、はい、それはさすがにうまくないので展開してやると。まあ、ちょっと三マナ構えてるわけにはいかないので、ドローモードで、ドローモードで手を広げていく、はい、手塚選手ですね。どういう感じになるか。もっともその手塚選手の方は、うん、今普通にアブザンの魔除け構えてただけで、そのイグニッションが入ってるか火の目覚めが入ってるかどうかとか持ってるかどうかわからない情報ですからね、今。そうですね、実際は、はい、なのでまあ持ってるかわからないものにいつまでも構えてられないっていうのは当然ありますので、はい、ドローしました。でまあ変異されたのがおそらくデンプロテクター、はい、ちょっと日本語名忘れてしまったんですけど、はい、デンプロテクターなので、まあ、またねアブザンチャーム回収して打つこともできますし、スミカの防御者ですね、スミカのスミヤのスミカの防御者、防衛者、防衛者防御防御者、スミヤのスミカの防御者、ちょっとねもうね目がね炭がアブザンレッドってなんかたまにその見ますけど、こう目の前にドーンってあるのはじっくり観戦したのは初めてかもしれないですね、はい、デッキブレイクダウンとかでたまに見かけますよね、タッチアーカーみたいなアブザンのカテゴリーで。さて松本選手、今きっとこれ打つか打たないかを考えているところですね、はい、ギデオンをが殴って、あ、搭載歩行機会出しました、ね、まだ打つ必要ないんじゃないかという感じですかね。自分もクリーチャーたくさんいて損してしまうというのもありますよ ね、 そうですね、今打っても。拾いましたね、アブザンの魔除けを、はい、アブザンの魔除けも今3で搭載歩行機械出したので搭載歩行機械にも打てますし、す、ね、鎖用がないという感じなんでしょうね、まあ、ライフもあるんでドローで打ってもいいですからね、はい、はい、ここ手塚選手は選択肢が結構アブザンの魔除けのモードも含めて選択肢が結構あるので、はい、なかなか難しいですねこれ、はい、戦闘に使うのもあり、除去に使うのもありっていう感じですかね、うん、戦闘はちょっとハンガーバックウォーカーが搭載歩行機械があるので戦闘を仕掛けてもろにあれとやり合うのはちょっと微妙な気もするんですけど、まあ、今除去ると対応されないから除去っちゃおうかとか考えてる可能性もありますね、うん、まあ、はい、これは斬新なパンプに使いましたね、もう一気に攻めようと、デンプロテクターを
パンプして殴るとブロックされない あれですね。でギデオンを倒そうと。あ、いいですね。これもある程度そこもうちょっとその火の目覚めとかは頭にあるのかないのかわからないですけど、はい、他のもの含めてある程度割り切って素直に強化してからギデオンを打ち取る。パワー今4ですもんね、これでね、はい、あ、違うかな、5かな、パワー5ですね、5ですね、はい、5なので誰もブロックできません、はい、ギデオンをやられましたと、はい、あと飛行トークン3体も合わせて殴っていて、結構これ松本選手の手札次第ではかなり押せますよね。はいはいはい、もうかなり、ただまあ手札にはチャンドラの火の目覚めがあるので、うん、一気にこの場は全部その気になると流せる、うん、流すことができてしまうって。でその後ハンガーバックウォーカーのトークンが松本選手だけ、お、これはライフ回復の方に打ちました今。そうですね、ライフ回復に打つとやばい量、打った対象は搭載歩行機械だけど誘発しましたっていうのを言ってるだけかもしれないですね、もしかしたら。いや違いますね、これ3点分をライフリンクに打ちましたか。回復、はい、壮絶な回復力ですねこれね。果敢で三々になった道の探求者が何体にダメージ与えたんですか。これ10体ぐらい、はい、ただそうなると49対11になっちゃいましたよね。49対11、半端ないですねフェリダーの君主出したら勝てるレベルですからね。そうですね、すごいときめいた見ててよかった、これすごいですねこれ、はい、バスケの点数っていう、そうですね、チーム差ありすぎる状態、すごいですねこれ。ババフェアなのにライフがもう圧倒的ですからね。そうですね、ちょっと手塚さんの方、はい、攻めようっていう感じがもう一気に大体これ攻めきれ、これ面白いですね。搭載歩行機械を1個貯めれば守れたのに、あえて守らず、そのこんだけのライフスタイルがトークン3体出ちゃった方が、いいからっていう話ですね。殴り勝てる、そのまま横に並べればアブザンには殴り勝てるからっていうことで、そうですね、あえてそのまま受けるというこれはもうすごいですね。これはこれちょっと手塚選手の方も殴りづらくなっちゃいましたね。この松本選手のデッキはどこで出てきた、はい、デッキ、オリジナルですね、一応今回に向けたオリジナルっていうことなんですかね。そうですかね、前回も使ってたんですかね。これすごいですね、はい、これ流行るんじゃないですか、ね、下手したらかなり、まあ、脅迫とかで邪魔されちゃうのはありますけど、はい、重いんで。これすごいですね。お、手塚さんの方もこれで一応2-2になった、なって、ソプタートークンが対処されなければ、そうですね、コーナーアタックも止まる、盤面もデカブツで止まる、そうですねっていうボードですね、はい、何もなければまだまだゲームはわからないっていう状態、ね、ところなんですが、実は松本さんもギデオンを先ほどちらっと見た感じだと持ってるので、ま、緑マナ残そうかどうか、あ、いや白白が出てませんでしたね、今出ちゃって紋章と、紋章返しされると紋章で強化した分が意味がなくなるというか、むしろダメージが増えていてよりきついっていう、ブロックしないといけないんですが、もう残り1ターンになってしまいました。これは壮絶ですね、もうこうなったらもう再連打しながら、そうですね、殴っていくほかない、ね、フライングが出ないと 2-2 が止まらないということで投了しました。松本選手の1本目勝利と、すごいですね、はい、イグニッション値上がりしそうと書いてる方いますけど、うん、僕も今見ててそんな気がしました、はい、ライフ13倍になったそうです。今ハレリア価格いくらなんですかね。今ハレリア50円、50円だそうです。今が今買い時、狙い目です。50円っていうのはハレリアのレアシングルカードの一番安いのが50円なんで、末端価格で置いてあるっていうことで、そうですね、はい、
まあ、たくさん売れるとやっぱり値段を、ね、上げ調整しなければならなくなってしまうので、その前にぜひお買い求めください。なお他もろもろ年末セールで大変求めやすい値段になってますの です、ね、はい、そちらも合わせてカートにどんどん入れてみてはいかがでしょうか。まあ、英語版50円、日本語版60円。はい、日本語版60円。まあ、どっちかっていうと、ね、今んとこ分かりづらいカードなので、あんまりみんな使い慣れてない方が多いので、日本語版の方が親切かもしれないですね。でも10円高いから、そこの親切さと10円の差し引きは、皆さんの両親でやっていただいて。これ松本選手、かなりもう、サイドボーディング早いですね。相手のデッキは想定内。そうですね、自分のデッキは相手からしたら想定外なんで、そうですね、サイドボード時間かかっちゃいますね。しっかり考えないといけません。もともとやっぱりね、その強いプレイヤーほど何に当たったら何と何を入れ替えるっていうのはもともと考えてきてるんで、だいたいそのスタンダードの環境初期じゃなければ、まあ、知ってるデッキに対してはスムーズに入れ替えれることが多いんですけど、はい、ね、松本選手のデッキ超新星ですからね。まあ、もともと松本さんデッキビルダーですから、ね、かなりいろいろ挑戦するようなデッキを作ってきましたね。はい、アレルヤプロスにデッキ提供してほしいですね。結構ね。まあそうですね。すごいですよね、本当。ビッグマジック所属だけどデッキ、デッキ、アレルヤプロスに提供って。はい、お願いしたいのまで頭に浮かぶっていうぐらいの魅力がありますね、うん、あ、引き抜きとかそういうんじゃないんで、そこはご安心ください。西と東でドンパチみたいのないんで、そういうのマジで。そうそうそう、はい、プロレスぐらいしかやらない。プロレスぐらい、はい、プロレスぐらいですね、やるのは。はい、まあ、引き金になるとしたら中島さんの頭のオーラですかね。僕あれですから、ビッグマジックのアフロとあんまり変わんないんで大丈夫です、はい、仲間ですから。仲間、頭もさもさ仲間。そうそうそう、頭もさもさ仲間なんで。また頭の話してるよ。そうそう。これね、ちょっと手塚選手からしたらやりづらいですよこれは、うん、まあ結構だってもう精神的ダメージでかいって来週いきなり引き受けたから49みたいな。まあ次2番ぐらいで勝てるかなと思って打ってるわけですからね、あっちもね。うん、そうですね。これいや当然このやっぱり今この環境で、まあアブザンってやっぱりすごく意識しなきゃいけない中で、そのトッププロが持ち込む新しいデッキっていうのは、まあ普通に考えたらアブザンに強いんですよね、うん、アブザンが多い中で新しい気持ち込むってことは、アブザンに強いっていうのが持ち込む価値になりやすいんで、まあそうですね、それも考えるとなかなか手塚選手は穏やかじゃない。穏やかじゃないってダメな表現なんですか。もしかして怒ってるみたいですよね。穏やかじゃないって怒ってますね。まあ、でもリラックスしづらいようなね状況ですよね。厳しいって思ってる可能性もありますね。そうですね、難しいなって。はい、まあ、全体除去なのでクリーチャーを全開で出すとああいう感じで全部ザーって流されちゃうかもしれないので、はい、っていうのもあるし、かといって出さなすぎると攻めきれないっていう、ね、結構めんどくさ、もじもじしちゃうやつですよね。そうそうそう。ただあれですね、手塚さん今回はかなり、はい、あのアブザアグロの一番ベストムーブ、ベストムーブですね。今のところ2ターン目ガリに2ターン目パンプしてアタックって変身、変身でもないけどモードチェンジ。そうですね、3ターン目アナフェンザ。そうですね、アナフェンザはなんか手札にあるっぽいので今見た感じだとかなり良さそうな気はしますね、はい、これはね、そうですね、確かにそのより大きなクリーチャーにテンポ差というか、一体対処しても一体殴られてしまうっていう、こう早めにボードを作られてしまうと受けるダメージも大きいんで厳しいですよね。そうですね。あ、ただ炙り焼きローストローストしましたね。マジックの歴史においてシンプルなカード名のカードっていうのは強いことが多いですね。
まあそうですね、久々に相当シンプルな名前なんですよ。ローストですからね。はい、ローストでもローストチキンとかってよくありますけど、はい、ローストビーフとか、はい、ロースト人間ってあんまないですよね。そうですね、食べないですもんね人間、はい、でも今ロースト人間が目の前で行われたんですよ。ロースト人間はどうお考えですか。どうお考えどうお考え、ね、ちょっと大変です。また新しい人間が。そうですね、アナフェンザ、主力の人間ですね。そうですね、アブザナグロの。お、それも普通に自称キスと、はい、でパンプ、もうなんかあれですね、イケイケですねこれね。ちょっと松本さんの方があれですね、一回ランこれランド止まってますが、もう結構松本さんのデッキは、松本選手のデッキは普通にめちゃくちゃ強そう。ああ、まあマルドゥなので除去が結構入ってて、うん、さらにもともとアブザーが多かったらありな色ですからね。そうですね、ちょっと多分何に弱いかって言ったら除去カラーなんで、そのガチガチのコントロールとかは微妙かもしれないですけど、はい、ただエスパードラゴンも弾ける殲滅あるんで、はい、その腐るような除去を入れすぎなければ結構、はい、いけちゃったりしますね。当然の攻撃回とかコントロールからしたら嫌ですし、はい、うん、何に弱いんだろうって考えた時に何に弱いんだろう、何に弱いんでしょうね、うん、結構4色ラリーとかに弱いかもしれないですね。そうですね、墓地があんまり触れなかったりとかもするので、吸われちゃうとライフで持っていかれちゃうと、はい、でもそれもね、あのさっきのライフリンクイグニッションで、はい、もう一気に攻めれますからね、はい、やっぱりエスパーきついですよって言ってますね。まあそうですよね、除去、はい、除去があんまり引っかからないか、うん、デッキなので。確かにアタルカレットは確かにまあ相性良くはないかもしれないですが、サイドボードに当然後期の炎が入ってると思うんで、うん、まあ最低限その5分ぐらいはいけるのかなっていう気がしますね。インスタント除去と手札界の取り方次第ですけど、そうですね、全体除去、いやでも強そうだな。でも3枚で土地止まると厳しそうなデッキではありますよね、うん、ギデオもイグニッションも解できないと、はい、コントロールが結構きついんですね、はあ。カバレージのテキストカバレージの方でデッキテクが掲載されているので、そうですね、そちらも合わせてご覧いただければと思います。はい、そうですね、松本さんのデッキ、はい、松本さんのデッキですね、松本 A さん、はい、はい、松本 A さんって結構表だって言われてる名前なんですか。松本 A さん、そうですね、松本勇気選手が名前2人いるんですよね、はい、強い松本優輝選手がもう1人いまして、プロツアー何回も出てる方なんですけど、プロツアー複数回出てる松本優輝選手と、こちらの今、はい、ですね、大会のプレインズウォーカーカップか何かで、そのスタンディングペアリングに出るときに片方がカッコ A、うん、片方がカッコ B って書かれていたことがあったらしく、ね、こちらのビッグマジック所属、ビッグマジックさん所属の方の松本選手は松本 A さんと呼ばれていると。そうですね、はい、いうことです。まあマイナンバーみたいなもんですかね、 A とかね。まあそうですね、はい、なんか雑ですいませんね、雑ですいませんね、はい、あ、土地引いてますね、はい。これ松本選手的にはまあ除去がかなり、はい、手札にはありますので、これしかし搭載歩行機械は強いですね。はい、まあ、はい、絹包みをされないのであれば今、そうですね、アナフェンザーとか出てると結構大変なんですが、なんか搭載歩行機械の使いやすさ強さに対して対処するカードが足りなさすぎると思いません？そうですね、ね、絹包み以外なんかしっくり除去れないですよね、なんか、うん、ちょうどよくうまくいかないというか、そんなね、バンバン使われてる搭載歩行機械ですけど、うん、今ラスト3の放送終了後、今日の夜23時までラスト3開催限定セールで1500円の3コインでセールで販売させていただいてますんで、持ってない方はいい機会だと思います。ハレリアの通販と店頭でね、どちらでもお買い求めいただけます。よろしくお願いします、よろしくお願いします。これ結構、はい、
これもあれですね、徐々に実況してくださいよ、実況。いや、ちょっと動きがね、場が今さっぱりしてるんでね。そうですね。これで、ギデオンがアタックするんですけど、はい、そうすると、なんと、弾ける破滅持ってたので、まあ、これで。ここは風追いのロックをケアして、アタック前に打ちますね、松本選手。これ、ちょっと、手塚選手、ちょっときつい展開になってきちゃいましたね。まあ、そうですね。ただ、ライフが13あって、はい、ソプタートークン、飛行機械トークンが2体だけなので、はい、まだまだギデオンでトークンも出てますし、なんですが、なんですが、今からクリーチャー出るんですが、この軍属の解体者で、ヘイストで、これね、ギデオンに強いんですよね、これね。ギデオンキラーみたいな感じですよね、はい、今。これもう、まあ、アブチャーが立ってるとダメだったりするんですけど、そうですね、ギデオンの返しだとさすがに。はい。すっと。機械トークン出てしまってるとどうすることもできない。ただまだまだ、でもこれ、こっちね、そうですね、選手除去レールんで、まだまだ分からないですね。そうですね、2位の。場は一応2点クロックと1点クロックなんで、手塚選手が押してる感じはしますね。まあ、バレてみたら有利ですよね。お互い手札も少ないです。はい。これでね、火の目覚めとかあれば全然違うんですけれども、はい、まあ、現時点だとそれはないので、結構ライフも少し詰まっちゃってるので、松本選手の方も。なんか僕今、チャンドライグニッションの話で、はい、なぜかチャンドラフェニックスが走馬灯のように蘇ってきて、なんか涙が出そうなんですけど、なんでチャンドラフェニックスとの思い出が頭を駆け巡る。なんでですか？その時その時の生活のシーンみたいなのが合わせて蘇ってきて。感動してくれます。いや、なんか、チャンドラフェニックス、大好きなんですよ。なんか何回もね、活躍、なんか何回も復活して戦ってくれますからね。はい。さあ、今試合に戻りましょう。ちょっと目頭が熱くてあまり喋れないよ、ね。マルドゥの魔除けで、はい、始まりの木の管理人を倒しました。5対12なので、今11の飛行トークンと22のギデオンの兵士トークンが今向かってる状態ですね。まあちょっとライフも少ないので松本選手がブロックしてジャンプしたところです。で、今松本選手引いたのがこれギデオンですね。ギデオンをトークンモードで出すと。しかしギデオンよく見ますね、今大会ね。そうですね、やはり強いんでしょうね、やっぱりね、当たり前ですけれども、これはもう本当にスタンダード落ちるまで使いまくりそうですよね。はい。何がどうなったらこれが弱くなるんだっていうと、もっと強い飛行クリーチャーがバンバン増えるっていうぐらいしか思いつかないんですけど。そうですね、うん、手塚選手の方手札になんか火力ともう一枚何かスペルを持ってるんですが、ちょっと場のインパクトをするにはちょっと足りない感じなんですかね。パイロ、ちょっとパイロではない感じですね。今の後期の炎ですね。後期の炎手塚選手引いたっぽいんですが。あ、そうなんですか。はい。ちょっと今打つ。ウザンレッド相手に入れるんですね、後期の炎って。あ、手塚選手です。手塚選手の方が。はい、後期の炎を、ま、入れてて引いた、はい、引いた感じですね。まあ、さっき松本選手のレッドの部分でそれも取って、そうですね、アタルカレッドとかに確かに強くなる要素ではあるので、はい、そうですね、アブザンチャームと後期の炎を手塚選手が持ってる状態です。で、松本選手はオブニクシリスともう一枚何か持ってますね。悩んでます。難しいですねこれ。はい、これ例えばあれですね、アブザンチャームを 2-2 のトークンにプラ2で打って、プラス2プラス2で打って後期の炎を3点で打つと、はい、一応生き残ってギデオンを倒せると、または4点本体に与えると残り1みたいな、
感じになるので、攻めるかどうするかをちょっと考えてるところなんでしょうかね、今。確かにギデオンはまあね、いつでも価値高いですけどね、うん、ライフが少ない対戦相手に対するアタックも価値が高いですからね。そうですね、うん、難しいところでありますね。なのでどうするかちょっと悩んでるところではあると思います。一応これ普通に後期の方の打つだけだと全然意味のない行為になってしまいますので、はい、結構アブザンチャームをどうするかを結構ポイントだと思います。お、あ、プラス2にしましたね。ということは後期の炎を打って あしかし破滅で、これちょっと厳しいですね。松本裕樹選手さらに手札にオブニクシリス持ってますので、ギデオンが殴って4、手塚選手手札がない状態で今多分ギデオンを打ち取ろうとしたんでしょうね。そうです ね一応そしたらもう何もなかったら、はい、一方的にそうですね、いるような場ですからね、だったんですが、これでちょっとこれはでもいずれにせよきついっていうパターンですよ ね、はい、手塚選手いろいろベストなプレーをもたくしてましたけど、そうですねこれちょっとこれこんな弾ける破滅からね、そうですね、出ちゃうともうあったら何やっても厳しかったなこれはって考えてるかもしれません。そうですね、まあ、結局あれあったら終わり、あれもあったら終わりとかって、そうですね、考えてそのなかった時に何をするかっていうのは大事ですから ね最悪のケースを想定したらもうネガティブになるだけなんで、はい、最悪のケース想定した方がいいんですか、はい、有利な時は ね、まあ、そうですね、不利な時競ってる時はまたでダメなプランを切った上でベストなプレーを選択したのかもしれないですが、はい、まあ乱脈を起動したところで松本裕樹選手がまた持ってた弾ける破滅を見せて、手塚選手、そうですね、で、はい、で投了ということで、はい、松本選手の勝ちと、はい、ラストさん第10回戦スタンダードラウンドは 6-3 対決だったんですけど松本裕樹選手の勝利でした。おめでとうございます。いや、すごいデッキでしたね。はい、かなりやはりマルドゥの強さも持ちつつ、はい、クリーチャーに一気にダメージを与えるチャンドラの火の目覚めがインスパイアされてるっていう結構、はい、いいデッキでありますね。これね、テキストカバレージでデッキテク見ていただけるんで、はい、はい、ぜひそちらで見てみてください。はい、はい、よろしくお願いします。カレリアのね、オンラインのサイトでトップメニューの記事のところから辿っていけますので、記事、観戦記事っていう順番で。そうですね。